五条悟ちゃんは僕が殺した女の子どうも、不黒議な当時。元い、トジ不思議なです <laughs> いや。海外版いいですよ。トジ不思議い,いですよ、それ。海外版。<laughs> I love the トジよ、くコメントくる <laughs>、うん。海外のコメントも読んでますよーってことですね。まあんあの、五条悟は俺が殺したはいよりも自慢したいことができた。えなんすか チャンネル登録者数10万人は俺が超えたすげえおめでとうございますうんでこれで引き寄せる術式青が届くと届かないです届いてないです届いてないです壊す壊しちゃダメです何やってるんですかいや努力の結晶ですからそれ努力はい10万人はそれは捨てた捨てたんすか嬉しくないのまあ、まず最初にねうんえ

その後、壊滅すぎ、伸びなくなり、青生地やってちょっと伸び、壊滅すぎ、伸びなくなり、ディオやってちょっと伸びて壊滅すぎ、伸びなくなり、本当になんか繰り返しです。繰り返し。で、節黒当時でまたビャーっと伸びて、まあ、呪術回戦がありがたいことにね、いろいろちょっとできたからね。長かったからね。2期ありがたいね。ありがたいね。 まあ、だいぶ死んだね、でも。3期もこのままだとね、どうなるか。どうなることやら。まあ、まずは、視聴者と、小安さんに感謝。本当ですね。本当に。生まれてきてくれてありがとう。ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。原作者の方もね。そう、原作者もちろん。原作会社の方の アニメーション、漫画に携わる全ての人に感謝です。本当にありがとうございますここからね、まあ、あれだけど、他の動画を見てほしいね、呪術回線以外の動画もね、著しく再生されないんだけど、おもろいことやってるのに、やってることは変わらないから、クオリティうも、声のクオリティも変わらないしね、だからそちょっと食わず嫌いせずね、できたら見てほしいって感じ。

節黒当時で出んなよじゃあダメですよえっどうした急にばあちゃん <laughs> 10万人突破しちゃったねどうするえ誰ですかあこれあの伏黒当時に孫を高齢したパ逆パターンです逆 <laughs> あの時の逆逆,逆パターンもあるんだ、うん、や孫を下ろさないでください孫の骨 当時は食って孫っておばあちゃんいたこの場面。会いたくて孫に。今そんな感動日は。はい、ということでこれからもお願いします。あ、15万人も突破してるからね。あ、確かに今は今はね、実は。だからまあ終わった人に美味しいご飯を奢ってもらいます。ええ。は終わった人。はい、美味しいご飯待っててね。はい、じゃあ解散解散。 解散でおめでとうございます。はいは